最後にこの新プランの街づくりについてでありますが、やはり建築士としての経験を生かしながら、さまざまな街づくりをする上でも都市計画上の手法があります。例えば共同建て替えや地区計画、再開発事業、いろんな手法があります。こういった手法を組み合わせて、さらに区民の、地域の皆様とのご意見を賜りながらですね、今後この新プラン地域の街づくりを進めてまいります。そして最後に地域の皆様方と意見交換させていただくと、やはり多くの意見たくさん出ますけれども、その中で交通機関をもっと充実してもらいたい、そういった声をいただきます。私もやはり新小岩と金町駅間を結ぶバス路線の創設を今後4年間実現に向けて取り組んでまいりたいと思っております。葛飾区の北側と南側を結ぶ交通機関が一つもないという状況については、やはり私は問題意識を持っております。そういった意識を持ちながら、この新小岩金町駅間のバス路線の創設を目指し、そしてさらに交通不便地域を解消して、より利便性の高い街を作ってまいりたいと考えております。このバスという交通機関は高齢者の方にも優しい交通機関でもあります。高齢者の方にも優しい、そして人に優しい街づくりを、建築士としての経験を生かし、そしてこの新興地域で育ってきた一人の住民として今後とも取り組んでまいります。どうか11月10日投票日であります。残りわずかになりますが、私ども一生懸命ですね、地域の皆様方にお伝えしてまいります。どうか最終最後まで私、柳山慎吾に大きなご支援賜りますよう、心よりお願い申し上げまして、ことを実感をお借りしての、私、柳山慎吾のお伝えをさせていただきます。ありがとうございました。こちらは区議会議員候補の米山慎吾でございます。米山慎吾は一級建築士として、地づくりに2人の子供を持つ親として